演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、カルディのしっとりチーズケーキを食べたいと思います。カルディの商品って初めて食べるんですけど、結構大きいですね、これ。ちょっと300円ぐらいで売ってて、まあ、高いのか安いのかよくわからないんですけど、これ逆だ、逆これ、こういう風になってるんですね。なんでこれセロハンテープ止めてんだろう。丁寧にサービスペース、ね、それとも、まあ要はこの紙を取ってこういうことですよね。上の方に何かな、ビニールを貼って包んでるじゃないか、敷いてあってこれを取る。この取っとるときについてくるのはもったいないと思うんですよね。こんな感じですね。結構大きいようなパンケーキぐらいありますね。ではその中身は、なんかフォーク入れた時の重量感を感じました。こんな風になってますね。ではいただきます。ありますね。しっとりした食感のチーズケーキは結構なボリュームもあって、口の中で程よいチーズの旨味を広げてくれて美味しかったじゃないですか。先日のローソンのバスクチーズケーキと比べ、どうしても比べてしまって、やっぱり期間が短かったからいけなかったのかな。そっちにはちょっと劣るかなと思えてしまった部分があったので、自分のそういった部分を反省しながらの食べ方になりました。ありがとうございました。比較するのってあんまり良くないかもしれないですけど、でも美味しかったのでこちらの定食させていただきます。ここにアレンジレシピとか書いてあるんですね。レシピっていうか飾りつけか、そういった部分で楽しむのもいいかもしれないですね。そういうこれをデコレーションしてお誕生日に盛り上がったっていうのもいいかもしれないですね。というわけでこちらの定食させていただきます。カルディの商品は今回初めて食べたんですが、もし何かおすすめがありましたらコメント欄の中で教えてくださいね。それでは。桜色、恋心かな、春来ると。確かにピンク色のイメージがありますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリ、そうお願いします。